限りです。今年はこれにしました。200っていう時にめっちゃ生きてるっていう写真。船内無線で2って使うのがめっちゃ上がりますよね。夜の9時と12時にもうめっちゃ生きて200って言ったら俺です。この顔で。まだちょっと1分ぐらいなんですけど、これ2年前にこういう船内セミナーで2年前この話をした、こんなタイトルの話をしたんですけど、一応ここから多少今回は進化した話をしたいな。まあ、2年前はちょっと海洋観測のデータを使ったことがない状態でいきなりターボポンプを使うことになったっていうところから始まったんですけど、だからまああんまり船内セミナーでちゃんとした海のまともな結果を持ってなかったのであんまり紹介できることもなかったんですけど、まあ、今回ちょっと、まあ、2年間やってたのと、まあ、多少今回の何か速報的なものも多少比較しながら話せるかなというつもりでいます。はい、いいですかね。あ、じゃあ、今日もお集まりいただきましてありがとうございます。よろしく、ジャムステック体育海洋総合採用研究分野の茂木耕作と申します。よろしくお願いします。今回は僕はターボマップのオペレーションの担当として、挑戦してるんですけど、 CTD も、非常に僕毎回キャストが上がってくるためにめちゃくちゃ楽しみにしてるっていうことを、言いたいっていう話で、ちょっと昨日の堀井さんみたいにですね、もうすでに称賛の嵐を浴びてて、それを感謝でお伝えするみたいな風にはいかないんですけど、単純に僕はめっちゃ楽しみにしてるっていうことだけが言いたいことです。で、プレ YMC と YMC 比較するとすごい面白いですよっていうことの、内容です。で、単純にちょっと最初にいらない情報から入りますけど41歳です、妻もジャムステックの研究者で、インドネシアの研究としては彼女の方が関わりとしては長くて、2010年ぐらい、2ヶ月ぐらいボーボールに観測に出かけたりとか、彼女の方がこの地域の研究としては長いですね。で、いらない情報をまた足しますと、めっちゃ提携してますっていう。はい、それで、見ての通りこんな感じなんですけど、未来に乗るとちょいちょい、いろんなこのいろんな観測風景とか素材を撮れるので、そういうのを、たまにこういうところでフィードバックしたりします。僕最初一番乗ったのが MR1304 で、その時に、ほとんど船酔いしてて何も使えなかったんですけども、この写真を撮れたっていう1枚だけが手があったんですけど、このとにかく明るい後ろ村さんと並んで、このシーンを採用してもらって、NHK で採用してもらったりということがありました。で、40歳ですよ。京都生まれで新潟育ちで北大に適所学やって、で明大で、梅雨前線の研究で学位を取りました。だからもともとずっと気象しかしてなかったんですけど、で、当時の、スーパーバイザーがこの方で上田先生で、その D 論のですね、にそのパーソナルヒストリー的な話を一冊の本にしたみたいなこともありました。で、これもずっとバイオ先生がやりたくてやったわけじゃなくて、単純に先生が話を振ってきたから、もう振られた話は絶対断らないタイプなんで、そのままこう流れに任せていろいろ研究してる、そういうタイプの研究者だから、これに興味があってこれを貫いてますみたいなのは実はあんまりないです。で、長京大でポスドクやりましたけど、2005年からジャムステックに乗りまして、今 のボスは米山さんですけど、今回のターボマップも、2年前にですね、ちょっと呼び出されて、突然ちょっとやってくんないっていう、無茶ぶりが来たんですけど、そういうのには、常に軽く乗るっていう、そういうタイプの人間です。で、それでかれこれ、2年ぐらい経つという感じなんですけど、でも一応、ビギナーながら一応2年間ちょっと頑張って、一応論文にも今もう少しで出れそう、出せそうかなと、アクセプトさせてもらえそうかなというところまで一応来ました。でバリアレイヤーっていうのに、僕
僕もともとこの言葉も知らなかったんですけど、まあ、測っていろいろ後で見てみたらこれが面白いんじゃないかみたいなことを、テーマを見つけて、まあ、流れに任せて、研究するという感じですね。で、まあ、ちょっと前回のプレイバー MC の時にちょうどこれの監修をやってまして、これもあの長谷川拓也さんってですね、あの前回のターボマップ、その前までのターボマップの担当だった方がですね、あのちょっと監修手伝ってくれと誘われたので、まあ、誘われたら断らないという、まあ、これもその成果の一つです。それで、まあ、まあこういうパーソナリティですということです。で、あの、まあ、研究に限らずですけど、はい、まあ、そういう人研究者だと思って付き合ってほしいなと思います。で、まあ、まあ、そういう僕がですね、とりあえず、まあ、成り行きに任せてタブマップを見ることになって、で、CTD も、まあ、あの一緒に見てたら非常に面白くなって、すっかりハマってますと。ということで、プレイバー MC と YMC の、まあ、時系列を単純に書いただけなんですけど、まあ、それをこう並べると、まあ、結構面白いんじゃないかと。で、プレイバー MC、YMC の時も大まかなこう概況としてですね、大体 MGO が来る前をずっと撮ってたんですね、まあ、最後にちょっとかすったんですけど、で、まあ、風もすごい弱かったし、10メートル以下がほとんどでした。で、SST が異常に高くてですね、もう31度に迫るような、まあ、しょっちゅうあったんですけど、それに対して今回すごい対照的な環境で、僕らあのトライトンミッションやってる時にちょうど MGO が来てたり、でその後に僕ら停電入ってるんで、で今の状況は2年前と比べると全く違うんですけど、まあ、比較してみると MGO の前と後を撮ってるような感じに、だから2年前の続きを撮ってるような感じに僕としてはもう今のところ受け取ってます。 SST も1度以上2年前より低いなっていうのはすごく印象的なところです。で、場所はちょっとずれましたけど、まあ、方群の中ではほとんど同じだと思ってて、まあ、スマトラのベンクルから50キロで2年前は水深がだいたい700メートルくらいのところで陸棚の縁のところでやってたんですけど、まあ、今回はちょっと沖側の海嶺の縁側にちょっと近づいて150キロくらい外側に出て海嶺に近づいてる、で水深1000メートルくらいですね。で、まあ、この海の中で、まあ、この差っていうのはそんなに違わないんじゃないかと思ってるので、まあ、ほぼ同じところで見てるんだけど、要するに大気側から影響を受けてる状態が、まあ、全然違うと。そうすると、まあ、どれぐらい差が出るのかというふうな、まあ、観点で見比べたいなと思ってます。で、まあ、当時あのプレイ MC の時の観測 CTD 観測で、水温のまあ、深さ110メートルぐらいまで の時系列を作って、混合層っていうのは、まあ、等密度で定義するんですけど、10メートルの深さの密度をリファレンスにして、それと等密度と見なせるところの深さで、それをですね、まあ、大体 0.3 から 0.03 から 0.07、まあ、温度高度によってちょっと違うんですけどぐらい のリファレンスしかないと、見なせる層を、まあ、よくかき混ぜられた層と透密度層ミックスレイヤーって言うんですけど、それと普通はですね、透温層例えば同じ 0.2 度相当で定義すると普通は、まあ、ほとんど一緒になるはずなんですけど、まあ、これにこう点線で書いてるのが透温層で、これがズレが出るんですね。それは、まあ、あの塩分の性層がめちゃくちゃ強いと、塩分はあんまり混ざっていなくてちゃんと混ざっていなくて水温だけ混ざるみたいなことが起こってると、これとこれの差ができると。でその間をバリアレイヤーっていうふうに一応世間的には呼ばれると。でこれがあの MGO が来た時にいきなりこうプラスくなりましたねみたいなことを前回のテーマにしてました。で、まあ、これが前回面白かったなと思ってたところなんですけど、まあ、そういう目で見ながら、まあ、この3つの層の厚さの変化なんかを注目しながら今回僕も撮ってたんですけど、まあ2年前の時は観測の最後ぐらいに当たるんですけど、12月13日に、まあ、こう雲がバーッとできて MGO が西風がブーッと吹いて通過していくと。 で今回の場合ですね、11月23日の、まあ、これ日間のシミュレーションですけど、まあ、僕らが停電に入る前に、もうすでに西風がバンバン吹いてて、でインド洋上でこう台風もバンバン立ってたというところの後に来たので、まあ、その前後を見比べてこれくっつけていい時系列なのかって思うかもしれないけど、一応
あの比較のためにくっつけてみました。で、まあ、左からが2年前で、今回今年今まで10日間ぐらい撮ってますけど、これをと単純に同じカラースケールで今からこうザラザラザラと並べていきますけど、まあ、だいぶこうコントラストはあるのと、まあ続きって見えるのはどの辺なのかっていう話なんですけど、まあ、プレイワー MC の時はですね、もう、まあ、100メートル近くまでの水温がですね、もう全然違いますよね。これカラースケールにして、まあ、1度から2度 1.5 度ぐらい違います。で、この点線で見せたこの等温層の深さなんですけど、この MGO が来てからバーッと深くなっていくんですけど、それで途切れ、あともうちょっと撮りたかったんだけど途切れちゃったっていう、その後が見たかったっていうのの続きがから始まってるように見えるぐらいの、今回の場合は同じぐらいの等温層です。で、ミックスレイヤーはあの毎日こうどんどん変化するんですけど、まあ、雨が降ったり、日中の日射でちょっと表層だけ温められたりとか、まあ、そういうのでもういちいち毎日変化するんですけど、まあ、かなり それのせいで、だから結局その差であるバリアレイヤーも、まあ、ものすごくこう分厚、一気に分厚くなったり、まあ、すごい薄くなったりというのを繰り返して、今は、また今日もあの浅くなったりしましたけど、まあ、ほとんどバリアレイヤーがなくなるような状況まで一回行ってからまた戻ってくるということを繰り返しています。で、塩分で見ますと、もう、でかいと 2PSU ぐらい2年前はちっちゃかったですね。で、この表層にこの、この青いこう上から出てるあのインデックスなんですけど、これはですね、あの 10m をリファレンスにしてるんですけど、で、その下がいかに混ざってるかみたいな話をしてますけど、10メートル上にもその極北表層にもすでに清層があって、もう塩分のこう経度が、粘着経度ができちゃってる。で、その強さの度合いを示してるんですけど、まあ、それがこうあの10メートルと6メートルでもうすでに清層がある。で、今回の場合は、まあ、そういう同じインデックスで測っても、まあ、10メートルよりほぼちゃんと混ざってて、で、そのより下がどれぐらい混ざってるかって素直に見ていいんですけど、前回の場合はあまりにも清掃がきつすぎて、10メートルより下だけじゃなくて、その10メートル上の世界も相当清掃がきついという対照的な特徴がありました。まあ、今回の場合はすでに、まあ、十分混ざった上で表層にどういうフォーシングがかかるかという観点で見れるんじゃないかなと。で、植物プランクト、植物プランクトン の、まあ、あの指標だということで、蛍光度なんかもあの結構面白いなと思ってるんですけど、と2年前の場合はですね、あの1ヶ月かけてだん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 下がっていくっていうのが見えたんですけど、今年の場合はもう10日間ですでに結構なんか上下してる、結構あのこれもフラクチュエーションが激しいように見えます。まあ、だんだんでも期間全体として下がってきてるなっていう雰囲気ではあるんですけど、まあ、これもなんだかこう、まあ、自分で上がってくるのもあるかもしれないですけど、延直にこう拡散させるっていう、インデックスの一つにもなるんじゃないかなというふうに、まあ、前回の成果からも見てて、例えば MGO が来て拡散が延直にこう混合が進みましたみたいなのも、まあ、タームアップでも後でちょっと見せますけど、まあ、そういう瞬間のところにこう、延直にこう何回か、よく混ざってるの感じの、まあ、こういう その延直に混ぜるっていうインデックスの、まあ、一つになるんじゃないかなという気がしてます。まあ、今回もそういう目で見たら面白いかなと思ってます。で、DO は、溶存酸素は、まあ、僕はちょっと正直使い方よくわからないんですけど、まあ、一応書かせてみるとこんな感じで、まあ、体的にはそんなに大きな差はないんじゃないかもしれないですけど、まあ、すでに深まった等温層の中で、まあ、もともと DO もずっとその前層ではそれなりに大きくって、それがだんだん期間中徐々に増大してるっていう感じかなというふうに思います。これ言い忘れましたけど、24時間のランニングミン取ってるので、あの1日あの2周期みたいなの全部ちょっと覗いてます。2周期含んだやつはちょっと後で細かいところは見ていきたいと思います。で、まあ、ちょっとスムージングかけて大々の変化としてはこんな感じですよということですね。で、問題のタブマップなんですけど、2年前はですね、運動エネルギー差日時の値なんですけど、
まあ、その視野の強さっていう意味だと思ってるんですけど、それが、まあ、NGO が来た時に、これが、競争の風速をこの時期、まあ、10メートルぐらいまでの軸で表して、まあ、そういうピークがワンと来ると、サーフェスウィンドのピークが来るとたまにこういくつか強くなる。でも全体的にすごく穏やかで、特に MGO が来る直前はものすごく穏やかだったんですけど、まあ、そこにMGO が来たんで、まあ、こう帰って浮き出シグナルが来たって見えたというような感じでした。で、でも今回はですね、もうすでに混合は十分にこう混ざってて、でその東温層内での、まあ、乱流的なものというのはすでにある程度オーダー的にもう、2桁ぐらいすでに大きい状態からスタートしてて、でその中でさらにその、さらに強い風が吹くとたまにこういうふうにいくつか、イベント的に見えると。でこの辺ちょっと今いやいや問題があってですね、いろんなまあ疑念はあるんですけど、まあ、とりあえずこの後観測してみて、まあ、どうなのかなというところですね。で、まあ、これ外境的にこの2つ全くこう違った環境下で同じ海を見たときに、まあ、どういうふうに違いが現れるかというとですね、今までまあその僕はもう SST ぐらいしかずっと見てなかったんですけど、その2年前までは中見たらすごい違うっていうことは、まあ前回と今回比べてみて非常によく分かってですね。で、まあ、これぐらいのディファレンスが2年前と今回で、まあ、すでにこうはっきり見えてる。で、まあ、この違いが、まず面白いなと思ってるということです。でこれから今後どういうふうに変化してくるのかっていうのを、まあ、もうマイキャストごとに時系列をかもう1時間以内にアップデートして、データサーバーにもクイックルック上げてるんで、ぜひ皆さんも見てください。で、なんか気づいたことあったら、ぜひ教えてほしいなと思います。それで、ちょっとさっきスムージングしちゃって面白いところも消しちゃってたので、まあ、今回のやつもすごい日円感もすごい綺麗に見えてますし、風の強制が来たりするともうそれもすごい素直に出てくるようなデータになってるなと思うんですけど、ちょっと敷地を厳しめにしてですね、0.1 度相当の透密度面と 0.1 度相当の透温層ってやると、まあ、もうちょっとこう厳しい敷地になるんですけど、そうするとこう1日あたりの変動もすごいはっきり、まず、日周期がちゃんと、太陽加熱で表面が温まって、その分だけ透密度はこう表層に1日1回リセットされると。なんだけど、風も結構ずっと強いので毎日毎日吹くんで、その強制がかかると、まあ、毎日毎日こう、ちゃんと深くまで戻すぐ潜ってくるんですけど、ちょっと日射が入ったり、あと降水で、フレッシュウォーターが表層に入るとそれもまた塩分低下が起こって、またその透密度はその元に戻っちゃうと。そのリセットとこう深まるっていうのを毎日毎日繰り返してるという感じです。これ水温ですけど、で、100メートル下は、半日潮汐だと思うんですけど、満潮干潮に合わせてもう激しくこう水温が、半日周期してて、でそれはそれで水温約束のところでものすごくはっきりいろんな変化をしているという感じです。で塩分なんですけど、さっきのカラスケールだと完全に飛んじゃってたんで、もうちょっと細かく見たいなと思ってるんですけど、期間の前半に比べると後半今やや高塩分が上がってきてるなというふうに見えます。でしばしば当然雨が降ると、その雨が降って薄まった分だけの低くなったねっていうのがすごいはっきり見えるんで、それも面白いんですけど、例えば今日なんかはそうですね、昨日すごい激しく雨が降って、なんで低塩分が入ってきましたねと、すごい素直に見えます。でこんな綺麗に前回の時はそんなに素直に反応しなくてです、まあ、清掃がもともときつかったんでなかなかこういうふうには見えなかったんです。今回はすごい綺麗に見えます。ですけどこれとは別にですね、ここのところ2、3日、14日ぐらいからなんですけど、すごく混合層内も高塩分になってきてて、で結構その下から
こうまっすぐ連なってるように見えるので下から上がってきて何か上がってきてるのかもしれないなと思います、はい、まあ下からなのか横から何か別なものが入ってきてこういうのになってるのかもしれないですけど、まあ、流速そんな速くないので多分まあ下から混ざって、まあ、急に14日からこういうのになってくる、まあ、そういう結構ドラスティックな変化を今目の当たりにしてるんじゃないかなと。で、植物プランクトンもですね、まあ、あの冬眠層の深さ自体はほとんど変わってないんですけど、だんだん期間ちょっと理由は分かんないですけどだんだんその沈んでいってるように見えます。で最近はもう量自体がすごく少なくなっちゃってて、で多分その再水素とか決めるのもマキシマム決めるのが大変なんじゃないかと思うんですけど、まあそれも13日以降ぐらいになるともうほとんどなんかもやっとしちゃってるんですよ。で、まあ、これもなんかだから単純に物理量だけじゃなくてこういうところも変化がしてて面白いな。で DO はまあ今ねよくわからないとは言いながらもこれも14日にかなりドラスティックにあの トーン層内 全層でちょっと上がってて、だから14日境目に何かあるのかなというような境目になりそうな気がしています。でただですね問題の自分の担当の担保マップについてなんですけど、まあ、毎回その、センサーが調子悪かったらいろいろこうトラブルを悩ませるんですが、今回はですねまあまあそれなりにいろいろトラブルもありましたけど順調にずっと取れてたなと思ってたんですけど、あのケルビンがあの指摘してくれたんですけど14日の 06Z から突然なんかそのオーダーが一つ上がってるぞと、これ何なんだとおかしいんじゃないの、おかしいのかどうなのかもちょっとよく分かんなくて今まだちょっと謎が解けてないんですけど、だから本当にセンサーがダメになっちゃっておかしな値を返してるのか、でもなんかこの辺でその混合層内の深まりみたいなのが一応見えてるような気もするんですけど、ちょっとバイアスが乗っかっちゃったのかちょっとよくわかんないです。ただそうは言いながらもその1日のその半日周期みたいのはあのそれなりに取ったりとかもしてて完全におかしくなってないわけです。一応 ありえる値ではあるんですけど、こんな急に変わるかというような感じで、まあ、ちょっとマイキャスト撮るためにこうヒヤヒヤしているという感じです。まあ、ヒヤヒヤなんですけどすごい、まあ、エキサイティングでもあるな。で、これ、さっきの運動エネルギーの散逸率で、まあこう力学的にこうどう思うのかっていう話ですけど、これは熱拡散というか、温度変動の散逸率で、まあ、こういったデグリーの2乗の秒で割ったような単位なんですけど、それだとそんなでもないっていうですね、この解っていう値はイプシロンも使って計算してるので、それもそれでなんか何でこれは自然に見えるんだっていうのもちょっと不思議だったりするんですけど、まあこれで見えるのはちょっとあの薬草ですね、薬草が期間前半に比べてちょっと上がってきてるようななんとなくですね、そういうのが見えたりもしてます。はい。で、2年前はあのさっきは20時間ランニングにかけちゃってましたけど、まあ、2年前もそれなりにこう日変化とか、セミダイアナルの半日周期とかも一応あったんですけど、まあ、それで何かを言おうと思う気にはこれだと帰ってあんまり面白くないかなと思う当時は思ってたんですけど、まあ、比べて他の誰かが見て気づいたら別のテーマがあるのかもしれないです。で、M はこんな感じですね、ちゃんと3時間のプロットそのまま生で飛ばすとこんな感じでちゃんと、半日周期から取れてますという感じですね。だから MGO が来た後も、単純に深くなるんじゃなくてあのギザギザしながら深くなったり浅くなったり繰り返してで、2年前のターボマップは1日1回しかキャストがなかったのでちょっと荒くって単純に比較はできないんですけど、でもまあやっぱりその風のピークがあったりなんかすると、まあ、それに対してこうそれなりの反動は取れてたりしたんですけど、まあ、ちょっと今回どういうふうに見ればいいのかちょっと、分からない部分もありますけど、まあ、結構そのマイキャストとにかく楽しみにしてるっていうのが、まあ、僕のメッセージで、このスライドも、残りいっぱいクイックルックがいっぱいあってですね、これも全部含めてデータサーバーにアップしてありますので、なんか気づいたことがあったら、教えてください。
で、まあ、あの提案とかコメント、あのどういうことがあっても基本あの すぐ乗るタイプなんでぜひよろしくお願いしますということで、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、なんかあのコメントなんかあればよろしくお願いします。あ、松本さん、ありがとうございます。プレワインMCの時は、はい、M が競争で低かったと思うんですけど、はい、雨が多かったってことですか。雨自体は、総合水量として今まだちょっと今回とどうだったかっていうのは比較してないんですけど、日変換の降水自体はこう毎日必ずバンバン降ってて、 それなりの降水ですね。要するに毎深夜に陸からシステムがやってきて、それなりのフレッシュウォーターフラックスはあるという状況でした。あの、曲がりにくくなったってことは、はい、塩分のグラデーションとかステップをすごくきつくて、はい、まあ、密度 その変化が激しくて、なかなか、まあ、表面が冷えても混合、風が吹いても混合しなかったけど、はい、今回はこの塩分のグラデントが弱くて、はい、ちょっとした風とかの影響ですぐ混合しやすいっていう。そうですね、そういうふうに見ています。はい、で、雨の量自体はどっちが多いかが少ないかというのはちょっと、単純に比べてないです。はい、あ、川島さん。前回のプレワインMCとYMCで同じ機器で測って、まあ、雨量誤差があるんですけれど、ざっくり降水量1日あたりすると半分ぐらいです。半分ぐらいですか、今回が。そうですね、今回の方が少ない。今回の方が少ないです。だけど、まあまあ、期間の幅が短いし、はい、で、フラクチュエーションも激しいので、まあ、その辺は。まあ、相乗性のやつが多いです。まあ、海側からやってくるので、まあ、穏やかなやつがこうやってくる感じです。で、陸側からその来るのが多かったんで、その2年前は。それはもうものすごい激しいのが、1時間最大で90ミリとかだと思うんですけど、そういうのがありました。はい、ありがとうございます。あ、So in comparing the pre and the YMC crews, you should not forget that they're in different locations. So as we saw in the section that we took on this cruise, so the salinity gets much fresher as you go towards the coast of Sumatra. I don't know if it's as large as the changes you see, but you should certainly look into the possibility that lateral changes are responsible for it. Right. For what you're seeing. I should also compare the rain observation. We have also a rain observation this time. And so compare the same latitude and longitude. In my impression, there are many differences. Even in the same position, and also this time we have a much salinity horizontal salinity gradient more than previous cruise, so that's also the difference between them. And things like the fresh water coming out the Sunda Strait can radically change. Sunda Strait. Yeah. Mm. Can radically change the conditions if it's affected northwards. So I should consider about adaptation. I'm saying is you should not look at these as one-dimensional yes. time series. You need to take into consideration lateral changes. Yes. As well as changes due to Kelvin waves moving the coastal line up and down. Yes. I think so. Thank you very much. ありがとうございます。他に何かありますか。14日で変わってるっていう話なんですけど、はい、CTD のデータが変わってるのと、ちょっとまあどこまでスケールが合わせるか分かんないけど、はい、CTD のデータで見て変わってるのと、パワーバックのデータで見て変わってるのと、タイミングが合ってるんですか。もう完全に一緒ですね。だから、3時間ごとのキャストで見てもいいし、はい、はい、06Z からです。14日の 06Z から。はい、ただサリニティで上がってるって見えるのは、トーン層内なんです。で、タウンアップで、ノイズなんじゃないかっていう、こうなんとなく疑念に思ってるのは、どっちかというと薬草の下の方で、
こっちの方は、サリンディには現れてないんですけど、オンドアノマリに出てます。で、まあ、そのオンドアノマリがあるからつってその説明なのかどうかはちょっと分かんないんですけど、これ期間平均からあのアノマリ取ったやつで、14日 06Z からきれいにこう不偏差になってですね、ガラッと、約束以下が全部、なんか下から冷たい水が来てるかのような雰囲気に見える。さっきのプロットでスケールアウトしてるけど、あの薬草のあたりのイプシロンって変わってる。そうで、薬草のあたりのイプシロン書いてみたけど、はい、解はあんまり変わってないように見えます。イプシロンはあの全体的に上がってます。全体が上がってます。で、全層的に上がってるのかっていうと、実は混合層内はそんなにスケール変わってなくて、で、まあ、薬草の内部からそれより下ぐらいのところで10倍になるっていう、単純にあの10倍のバイアス、10分の1のバイアスをかけたら結構同じからスケールになるっていう、バイアスなのかもしれないです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。他にありますか。あ、前は風も一緒に見られて、はい、この合ってるみたいな、はい、あの議論されてたんですけど、はい、今回は風はどうですか、ね、合っていますか、あのちゃんとプロットを重ねてないんですけど、あの多分合ってると思います。はい、あの日中風が穏やかでちゃんと、ショートウェーブがあるとあのリセットされて、で、まあ、そういうところだけこう清掃、その表層の温度清掃がちゃんとできてリセットされる。だけど、その後、夜中に大体、夜中から朝方にかけて雨が来ること、雨とガストフロントが来ることが多いんですけど、それが来るとその後直後からきれいにこうあのミキシングレイヤーが下がっていくというのはすごいきれいな対応しているような気がします。はい、参加でした。はい、引き続きまたこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。明日は、あ、明日は松木さん、タイトル何でしたっけ？送ってもらったんですけど、なんだっけ？一応アナウンスしてください。明日は僕の手さんみたいに面白い自己紹介はないんですけど、いらないですね。スイッチモデルの話がします。はい、あ、はい、シミュレーションの、あの、結構面白い話を聞いて、ぜひまた来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。